こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。トルネコの大冒険不思議のダンジョン、ライブ配信始めていこうと思います。前回はなんと正月っていうか年越しにこれやりましたね。それ以来のトルネコということで、本当に、久しぶりです。感じで、前回装備を持っていったら死んでしまっ、リリミとお巻き元がなく取れずに死んでしまって、でその次のターンでもリリミとお巻き元は取ったものの、それを使う機会を失って死んでしまいました。今回こそはぜひ、立て直して装備を整えて、この不思議のダンジョンクリアへの道しるべとしたいと思います。いつも通りツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロワードリチャットコメントプリーズ。また YouTube やっております。この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。2日後9日21時頃に、プレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル、トゥデイズアフターマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。また、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひそちらをご覧ください。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではスタート、頑張っていきましょう。いきなり囲まれた。危な。お、大きいパンダ。ここか。行き止まり？いや、道あるな。潰しそう。なんだ？杖だ。あ、盾だ。鋼鉄か、微妙な盾だな。あ、呪われてなかった。呪われてても効果ありますからね。おっと、灰色になってる。もうナメクジだ。これレベルアップ。
減らずとかないかな。腹ペコ指輪だったら当てられないですからね。よしよし、ここはもう用はない。トイラ、敵はいない。取りましょう。地下2階ということで4分ぐらいから始めたっけな。多分4分ぐらいから始めたと思う。どういうルートだ。来た。これ殴られる。結構強い。草だ。草食べると 5% 回復になります。びっくりさせるなよ。びっくりさせちゃうぜ。ああ、ようか。ようはモンスターハウスの時効果を発揮します。ほい、 OK です。レベル3に上がりました。またオーナメクジだ。スライムもいる。鉄の矢だ。早速、装備しときましょう。とりあえず帰りましょう。おっと、こう MF ゴーストがいる。あ、こっち側もあるんだ。大丈夫。敵はいない。行き止まりか。いや違う。お金、お金もらってもそんな嬉しくないかな。あと、もんじゃだ。なかなかしぶとい。倒した。どうやらここはもう用はないみたいだな。こうなってます。杖が何者なのか早く見といた方がいいかな。敵が弱いうちに杖の正体を調べた方が。あ、くそ、ゴーストが。ちょっとこいつに試してみましょう。柳の杖を。は？は？何も食いなかったって出てる。お腹が減ってきたようけどまだ大丈夫ですね。で、ここでイオの巻物登場。もう魔導士までいるもんな。あ、当然レベルは上がるし、レベルも上がるし、またアイテムもたくさん手に入ります。
このモンスターハウスが下の階層に行ったら怖いですね。下の階層では出てほしくない。まあ逃げるが勝ちっていうのもありますからね。まだ行きます。よかった。まあ虎鉄の銅剣か。おっと、銅剣プラス3だ。バイキルトだ。力を種や、さらに加速。いや、二つ目はいいや。三が効く。なんか敵が近づいてきて、結構眠らされる時間が長いからな。なんで敵いること分かってんだ。あー、シャラクか。ここで落とし穴とは意外。あ、はいはいはい。まあ、やっとくしかないもんな。毒結晶が2つになった。メッキシャラク悩むな。それより欲しいのがインパスですからね。インパスの方が欲しい。レベルアップです。薬草だ。これは即使って最大ヒットポイントを上げます。あ、出た、カーの盾、これですよ。でもしばらくは鋼鉄の盾を使います。カノ盾最強なんですけどね。でもまた指輪、本当に帰ろう。 9% か、まだいける。食べながらでもなんとかなるケースありますからね。なんとかなる、なるなるせなる。まあまあ食べよう。じゃあし大なめくじもしました。今度は音切りそうです。まだ大丈夫なんで、最大ヒットポイントを上げるとこに注力します。ん？ああ。もう行けるとこないよな。ないよな。おっと。なんか正面から見ると文句に見えるんだよな。行きましょう。5階でレベル6なのはなかなか重調なんじゃないかな。お金、お金。まあこれもやっぱりモンスターハウスで。あ、出た、リリビット鋼鉄。リリミットに一回戻ってみてもいいかもな。あと枠は一つしかない。鋼鉄別にいらんが、もうちょっと待とう。は？なんで？腹減らず？これ。
じゃあもうルビーいらねえや。ほいーや。ただ。あ、そうか。ルビーいらないんだ。もうルビーは用なし。壊れてることが判明したんで、お力の種。オッケー。は？どこにいるんだ？ここにいた。木の矢手に入れてもあんまり嬉しくない。分裂。とどめをさせないといつまでも分裂します。これレベルアップ。さあ、毒消し2つありますからね。ここでリリビとテリー入れたから無理しないのが吉です。一回ルビーの指輪を手に入れる。カノタテもあるからな。あの一旦帰ってもいいかもしれないよな。早くそうだ。そろそろ音切り層を手に入れたら確保しときたい。できれば2つ枠があればいいんだよな。音切り層お金あ、そうですか。木の指輪を打ってみよう。何ももらえない。うん、本物だな。あ、やばい。減ってしまった。大きいパンダ。まだ 49%。 え、え、なんで。え、あそこがまだ残ってるから、そっち行ってみましょう。毒キノコ、お化けキノコ怖いな。
今は道具枠はまだあるな。枝っぱりそう、パン、まずパンを食う。は？なんだ、あ、またカード盾だ。どんだけカード盾好きなんだよ。普通のカード盾だった。鉄を盾いらんよな。あ、また意を手に入れた。終わりか。あ、やばい、盗まれた。まあでもあんまり関係ないもんな。木の矢か。今鉄の矢が7本ですからね。サファイア、ルビー、柳、川が1個、やっぱり矢は悩むな。矢を取るべきか、ワープさせるやつ。あ、くそ、こいつ。あ、ダメだ。きれいか。今鉄の矢がありますけどね、悩むな。がな、14本なんだよな。あ、グル、あぶね。なんかちょっとやばい。変えるか。これで地下8階。いきなり動く石像、動かない石像か。一周回ってと、今のうちに。ん？腐ったパンか。そんなに岩はいらない。あ、イオン2つ目よ、イオン。いやー、悩ましい。この辺からすごい悩ましく、悩ましい選択肢になる。イオの、イオ結構あれですかね。イオじゃないわ。ミイラ男か。サタパンか。58%。あ、ここで一発。ちょっとこれは一回イオの巻物を置いて、まあ指輪の方ですね。いらない、いらねえよ、腹立った。イオに戻して、腹ペコの指輪を投げる。あ、砕く。
縛り、イオが2つ、大きいパンが2つ、可能盾惑わしそう、目つぶしそう、噛み捨てるな、よく。あ、初のキメラ。今、鉄矢は3本。結構長いんだよな、3が効く流れって。あ、行き止まりか。行き止まりだった時をがっかりかと、あの恐怖がな。あ、まあ、そうだ、矢がこれで消滅した。矢は取れないしな。やろう、正面衝突。 33% か。あれ、どこだっけ、あっちか。まあ大した敵じゃないや。レベルアップです。これで9回になりました。まあ、なるべく挟まれないことが大事だよな。ワープさせられた。杖がある。ちょっと待って、これ投げて動かない石像だった。おっと、ここでインパスだ。指輪の方を優先して。いらねえよ。まだ先の杖。あ、でもこれ持っとくと確か出っ張り転ぶことがないんじゃなかったっけ。分裂終わったら微妙だな。分裂いらないや。だって分裂って何使うの？腐った死体しか使えないやん。ということで置いときましょう。カウンタテが2つ、大きいパンが2つ。もう行ってんだ。OK。 まあ、イオ3つ目ですね。あ、シャラクだ。でももういらんや。あ、まだ 19% か。あ、リリミット2つ目です。次リリミット、初期装備で取れるからな。持っててもいい。逆にこれで帰ってもいいかもしれない、状況によっては。とか言ってうち10回です。あ、やば、木の毛はいらん。一発
いらんやつ。職人？これ投げる。メキサイテボーナスです。インパスか。インパスのものがないけど、とりあえず地獄民を使ってインパスを確保します。あーくそ、鉄の矢は無理か。じゃあもう大きいパン使おう。で鉄の矢を装備。何これ、トロコ石の指輪。一回三つ星草を持ってインパスでこのトルコ石を読もう。あーいいな、罠抜けは装備しとこう。これは当たりです。精度か、まあいらんな今は。か、蚊の盾ぐらいしかおらんもんな。盗まれた。あ、おとぎり草だ。そうそう、おとぎり草も確保しとかないといけないよな。蚊が2つ、海藻が1つ。惑わし草を置いておとぎり草確保。これはいらん。あ、おとぎり草ある。グールだ。これはいらんから。 あれ、これ終わり。鉄の稽古はいいしな。これで回終わりだな。そして11回。鱗か。鱗は錆びないけど今さら遅い。裏そうか、あったら嬉しいけど。あ、ドラゴンシールドだ。メッキが一つあるんだ。あったら便利や、ドラゴンシールド置いて呪われても構わない。ちなみに鋼鉄、あ、え、1個しか変わんないや。正直微妙ですね。足張りか。解いて。銃か、力。戻ってきた。あと、あとは、誰？ああ。56% いきましょう。これ12回。
武器は結構武器をレベルが下がることはないですからね。お、チャンス。インパスだ。いやもう今インパスは一つ持ってないのか。ヒオが2つ、イオが3つか。リレミトが2つ、金縛りが1つ、目つぶしそうぐらいかな。目つぶしよりインパスなんですよ、今は。あ、イオ盗まれたと思った、お前。これは倒した。おお、しかもバイキルトだ。え、今何の武器持ってたっけか。あ、レベルアップ、惑わしそう。パン、パンは即使う。イオンとか持っていったから、この辺は奪い返さないとな。大きいパンか、いるけどな。お、イオンの巻物だった。一個失ったイオン巻物を再度取り戻せる。逃げようとしてる。逃がさんぞーってわけですね。ワープする。あ、カノタテを取り戻す。他の盾持ってないよな。一つあるのか。転ばないし、罠抜け指輪を持ってるから。悩むな。金縛りかな？よし、他の盾を取り戻した。まあ、これだけあれば。これなんだっけ？惑わしそうか。いきなり。そこまで重要視しないかな、金縛りって。あ、鋼鉄。ん？鋼鉄っておい、装備してる盾じゃんかよ。なんで盗まれんだ？とりあえず、蚊の盾装備しとこう。もういらない。叫んだ。矢は？よしよし。鋼鉄と表した。危ね。これなんだ。あ、爆弾矢だ。あ、効率悪い爆弾矢。インパスか。インパス一つ持ってんだよな。こう持つ。ここにインパス使ってもしゃあないしな。普通にここ棒じゃなくてこっちにインパス使うべき。今のうち経験値稼いとかないとな。この
安牌で、うらそうか、本当にピーチになった時はありだけど、矢が装備されてないんだよ。じゃあまあまともに勝負せんどこ。セミがまた微妙な、シャラクいいや、そろそろまともに勝負しない方がいいと思うから。これなんだっけ、ルーラソーか。あったらいい、あったでいいんだけどな。いけるとこがないんで下に下がりましょう。コロバルス、あ、コロワサキか。これって回数関係ないよな、関係ないから持っててもしゃあない。得られるものがないんで、装備するべきはドラゴンシールドだ。そう、やだやだな、矢は持っといた方がいいよな。しかし何を犠牲するかだよな。うわ強い、鉄の斧、今刀剣の5だけど刀剣の5の方が強いですからね。やば、よしよし、行こう。OK、止まった。最悪これ爆破される危険性あるからな。いや、うわ、イオの巻物が。ただここまで来たらそんな、パンも大きいパンも2つはまだ2つあるし、24% だし、何？あ、お、逃げるな。ワープしやがって。しかし場所は分かってんだぞお前ら。これ救援同士だった。あと 8%。 OK、 イオが今2つ、3つあるのか。じゃあ帰りましょう。あと 3%。 でこれで大きいパンを食す。15階へ。お、なんかすごい。
対地下を種パワーアップ。薬草、薬草か。お、大きいパンダ。なんかある？ない。うん、邪魔。あ、動かない石像だった。火炎草もう一個持ってればな、結構いいんだけどな。まあ火炎草なんやかんやって 1体しか倒せないしな。なんかある下。あ、お金か。あ、なんだろう。あ、そう。あ、くそ、ネーミと盗みやがった。ネーミとって、あ、一個しかない。あ、あるあるある、助かった。いや、まともに勝負しない方がいいぞ。取り返すんだ、まずは。手回りだ。オッケー。何がいいんだろう。インパス3つ気がつけば持っちゃってるや。3つもいらん、インパスは。他がないから。これで最後かな。OK です。さあ16回になった。うん、インパス千里眼、千里眼はコードバイ使おう。まだハンドか。あ、まあ倒さないと先に進めないんだ。OK です。ダメージそんなにないからな。メッキはいらんな。なんだこれ。インパスまだ持ってる。冬の杖だ。やった。これはいいものを手に入れた。特殊動作を封じるのは結構でかいですからね。ティアが高い、このゲームの中で言えば。
やばい。あ、かした。サバレットやばいかな。オッケー、180。冷静な判断。こんにちは。で、ここは無視してインパスが今一つしかないんだよ。これなんだっけ、インパス？インパスじゃない、メッキか。メッキはいらん。はあ、状況によってはこの辺に階段がある場合があるからな。こんにちは。19%。 誰？あ、窓ハンドか。通しとく。ワープさせ合うかも。あ、ワープさせ合えてしまいました。今どこ？違うな。ここはこう行くしかないか。あ、赤い。あ、やばい、こいつはやるしかない。あ、そう、怖くない。オオカミなら怖くない。あー、でも窓ハンドまともに勝負すべきじゃないからな。あと 9%。 下がなんかあるのか。なんか広い。はい、強い。これ何？鋼鉄か。変えそうだ。ここで変えそうです。行き止まりかもしれない。戦う必要はない。ここで結構窓ハンドしぶといな。パンが今一つしかない子はな。
1.5%。どうする？OK です。サイヤヒットポイントは上がってるな。国石像か。あ、やばい。でもそんなダメージ食らってないし、また買えそう。ペッキはいらん。戻して、あまり効果なかったで、18回です。本当あの矢がないのが痛いかも。お金あ、バイケルトだ。どんどん強くなれ。プラス6までいきましたね。でボーナス、こいつはもう倒さないと先へ進めないんだよな。じゃあ行こう。封印はあと6つ残ってる。投げることもできるから実質あと7つだな。ああ、相手にしないことだよ。コスパ最悪だからな。あ、リリミットだ。リリミット2つあるからいいや。ここは相手にしない。あー、やっちゃった。レベルに上がったが、いや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 、いや、勝負し、相手にしないでおこう。ここはああ封印。何これ、いやいやいや、動かんでよかった。動いたら最悪だったな。今の敵、あとゴールドマン、やばい。これはこっちからタネ、さらにパワーアップ。気がつけば19回、うん、どんだけいるんだよ。おっと、まあ1体だけなら倒せるんじゃないかな。あ、ここで対戦すべきじゃないかな。一回回廊に回して、え、なんで？オッケー。あと 39%。
い、パス。あー、ちょっと待てよ。先にマドハンド倒しとこう。12%。8%。高い上か。キーパーがもう一つしかないんだよな。あ、どんだけ、あ、あれなんだよ。経験値は稼げるか、良いものの。あ、バイキルト。どんどん強化していきます。あ、ミーク、ふざけんな。しかも結構強い。結構は経験値はもらえない。いらない。あー、まあ、言いそうだ。オッケー。あ、ほど、売りよう売りよう。あ、よかったよかった。動かない石像でよかった。61%。パンがないんだよな。これはやばいな。え、いきなり封印の杖。2発か。バイキルトだ。サイン強化。サイン薬草で最大ヒットポイント強化。少しずつ強くなっていきます。レベル関係なく強くなる。
どうする？リエビトって2つあるだっけ？ 2 つあるから今のところは1つでいい。追加はいらないが、どうしよう。先すこいつ強いよな。だからといって、あ、なんか洞窟みたいなのがある。お前、なんでこんなとこに？え？封印って使えるんだっけ？ワープするよな。まあいいや。レミーラ使おう。これ、チャンス、潜在一遇のチャンスかもね。お、力の指輪だ。今でも罠抜けの指輪があるからな。結構罠抜けの指輪大事だしな。下にもある。今は脇物だ。今2つあるんだよな。本物だな。行こうか。はいきなり、あ、無理です。ルーラソーってこれ飲めるの？あ、たとえ捕まえてても飲めるんだ。あ、まあいらんとは思わんけど。鏡は欲しいよな。偽か。ドールか。当然封印。あと 34%。 これ食べ物ないからな。倒せばいい。草類は毒消し草が一つと、それだけか。あ、毒消し草だ。この毒消し草を食って、毒消し草を手に入れて下行く。23階か。わ、2体いる。まあ
くそ、マネだったんだ。は？今まで つけてきた価値が全部パーになってる。ここい。そうだよな、それはわかる。インパス。いらん。トキリソウはこいつ何者なんだ。ここまでですね。はい、他何もないんで、うん、やっぱりまだまだ力不足。何回だっけ？ 23 回か。まあでも勝ててよかったよ。間違えた。はあ、しまった、無駄なことしちゃった。うわ、まあしゃあないや。2回目です。なんか操作ミス多いやな。お、なんか指、よくわからない指輪がある。オパールだ。で、お、なんだろう。海藻だ。あ、いきなりリレフィと手に入れてしまった。あ、
OK。これは？おお、よかった。大きいパンダ。ここは何もない。また早い。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では再開です。少しお待ちください。はい、では行きましょう。こんにちは。
まだ操作装備しなくてもいい。ようだ。いいですね。なるべくあの複数の相手と勝負し、あの戦うことをないようにしたいとこです。戻りましょう。途切れそうですね。じゃあこれは使います。は？なんだって？またもじゃん。気合三回。金の矢あるんだな。あ、眠っちゃった。嘘。あー、ダメだ。終わった。嘘。魔導士やられてしまった。せっかくあの逃げ人の巻物持ってたのに。これは残念。3回目です。そうで、ここで薬草を使う。あ、やばい。ここで殴る。
なんだろう、骨の杖まだインパス持ってないですからね。じゃあ帰るしかないな。さあ地下2階、今ルーラソがあって工房か。鋼鉄を盾だはないんで、じゃあ骨の杖をまず振ってみよう。お、これは雷鎚の杖じゃないか。1時間29。でも寺尾明に聞いてもわからないだろうな。あれ、これで終わり？あ、向こう側だ。あるか。また失ってか。間違えた。あ、いらん、そんなにいらん。行き止まりじゃない。ここは行き止まり。さちかさんがいきなり会うが、減ってきた言うけど、あるわ。
あ、マイケルとだ。しかし本物にマイケルとか、ちょっともうちょっと待てっていう感じですね。三日神だ。今は鋼鉄なんで、これで鋼鉄はいらなくなりましたね。鋼鉄はメッキしてたら鋼鉄もね重要だけど、しばらくは三日神、もう三日神で十分ですよね。早くリリビットを手に入れる。帯リリビットを手に入れて、はい、これ金いらない。レベルアップ。ああ、何も被害がない。あと持ってるは腐ったパンロイですからね。これ力が一落ちてしまいます。あ、いや、なんで勝手に食べるんだよ。インパス来た。指輪ですね。もう行けるとこないんで下がりましょう。まあ、いきなりかよ。毒消しは持ってないから、わあ、しまった。こんな外れるんだ。今なんだっけ。まず金の剣いらん。の剣を、素晴らしい。と杉の杖とあれが持ってるか。からだ。今持ってんのがあれなんで、
装備してるのが三日神なんで、これは大きな意味を持ちます。飛びそうだ。あ、パンダ。3回目の冒険、結構焦りが見えてるな。さあこれで鉄いらんよな。セルリガン、バイケルトがある。え、今何持ってる？コンボか。だからあの別のも、あの武器があるかもしれないと思って、バイキルト使ってないんだ。でも使ってもいいかもね。あ、まあまあまだか。こういう時イカズチを強く振る。力の種を手に、力の種って、なんだっけ。まあ力の種食べましょう。で、棍棒があって三日神がある。メッキを使うものはない。杖の杖の効果も確かめたいですよね。ここも置きましょう。で、バイキルト使おう。即使った方がいい。間違えた。まだルーラー層がないからな。ああ。
か。うわー、毒矢だ。毒気質はないか。結構痛いな。56%。いきなり取られた。なんかバランス悪いな。焦りがちょっと見えてしまいます。カエンスはもっと来たい。シャナクもういらんのじゃないの。あ、バイケルトだ。あー、めんどくさい。あ、惑わしそう投げてるよ。あとはリービトだな。早くリービトを確保しなければ。まあ 19% ファンがあるじゃないか。パンは大きいパンが一つか。まあお金関係ないよね。もう
こう。あ、雑になってきてる。あ、大きいよパンダ。腐ったパンじゃなかったっけ。まだルーラーがない、ルーラー層がないんだよな。使ってみよう。あ、なんか怯える感じはあるよね。ネタバレそうかも。だけはないんで、大きなパンが今2つある状態だな。もう捉えてもいいよ、そんなの関係ない。あんまり良くないな。早く家人と巻物が欲しい。今何持ってるんだ。三鏡と、いやいらんな。行きましょう。10回になった。決め投資か。
19%。なかなかうまくいかん。リミーラか。今何を盾持ってたっけ。あ、三日神か。結構有能だもんな三日神は。あ、やばい。あ、やばい。ルーラスを一回飲んでみよう。危ない危ない。お金。地獄瓶を使って大きいパンが今2つ持ってるんだよな。ルーラソー2つあるんだ。こんにちは。11回。あー、いらん。あー、これトギソ持ってないのか。じゃあメタパリソを飲んで、ここでは使わずに、あとフスウール。いいパンを購入。まだ持ってないのが辛いな。リリウィットの巻物を。これいらんしな。帰らん。ああ、メタパリって結構時間制限があるんだ。は？なんだこれ。正規か。
き止まりだ。といえば工房だよな。あ、1上がった。じゃあ銅剣の方を使って工房さよならですね。分裂するんだこいつ。杉の杖は。じゃあいらないや。ドラゴンシールド、今なんだ。鏡か。あ、だドラゴンシールドってメッキしないとダメじゃなかったっけ。13階へ。返そうか。37%なんだよな。は？あー無理だ。ルーラソー。
からか。なんだ、三日神か。トギソウまだ持ってたんだな。分裂いらんわ。はぁ、え、これ買えそうだなぁ。あった、ほどほど。やばい、ルーラスを使う。これはどこ？18% か。エレミトがないから苦戦だよな。あー、まあいいや、こいつ。大きいパンはあるんだよな、一個。これやもんな。あ、どこしかない。あい、強くないかな。なんで？
ちょっと厳しいな、場所が悪いし、正規化演奏が一つで、分裂が分裂だからいらないや。ないのかまだ。まだだ。はあ、なんで？一押しだとあれするし。パンダ。パンを使う。パンは飲む。これマイナスになるんだよな。もういいや。だから三河用パテを装備。ドラゴンキラーは放棄。カズちゃんも残ってないんだろうな。これ投げるとどうなる？変化を杖になるんだ。ってことは、だな。
は？うらそう。あ、するもんだ。もう一回海藻抜かされ盗まれたが、今何の系統っていう、こうどうの剣か、じゃあまあいいや。さらかな、もんな。は？あ、おとぎりそうだ、ここで。敵が多いな。囲われたらやばい。ない。まだない。厳しいな。囲まれてもう絶望的だな。ダメだ。これなんだ。って言ってもこれ方法ないもんな。そうだ、方法があった。こういうことだ。そして多分こっちを攻撃しないとダメだ。あ、しかしまだいた。封印はないよな。なんか最大のピーチを乗り越えた感はある。
スカラーって今なんだ、三日神か。53%パンはないんで、危ない危ない、どこへ行くんだ。階層があるか、なるべくまだ使いたくない。は、攻撃受けないじゃなかったっけ。今大きなパンは、うない、パンがないんだ今。本当にないのかパン。あ、ないんだ。うわー、ファイヤー指輪しかわからないのか。じゃあまあ外すしかないな。まあ少なくともわかるのはサーベ、これが役立たずだってことだ。イオンなかったっけ？あ、ない。
うわぁ、やば、これか。これしかないな、もう。よかった。今どこにいるんだ？よし、パンダ。ちょっと救いになったな。さてが、こてつ？なんだ、何かがメッキあるんだけど、今メッキ使ってもしゃあないから、やばい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 、やばばっかりやん。なんとか危機を乗り越えたかに見えた。
はあ、やっぱり来るか。あ、間違えた。台。またインドか。は？うらそうです。あ、インパスだ。しかし難しいな。ルーラーできないな。終わった。これはさすがに終わっただろう。このぐらいしかないな。ダメでした。検討したんだけどな。19回まで行った。はい、ということで基本的には
何も進めることはできませんでした。1回目なクリアしたんだけど、装備品を売っちゃったんだよな。このゲームには操作の罠があるってことで、次回以降気をつけましょう。はい、ということで、久しぶりにトルネコ大冒険不思議のダンジョンをやっていきました。今回の配信は Twitch で、配信を行いました。 Twitch アカウントフォローお願いいたします。マイ Twitch、アカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube に2日後21時からアーカイブ配信予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネル、 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブダーのグッドボタンプリーズ、はい、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、トルネコダンジョン不思議のトルネコ大冒険不思議のダンジョンライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。